台湾実は昔住んでたんですよ。30年前になりますね。スポーツと算数は、あらあら、子供にとってこう自我形成のすごい大事な時期に育ったのが台湾だったから、そう、私の大きなルーツの一つかな。これは私にはない発想だな。スタート。はい、こんにちは、 YKK です。久しぶりのパッキング動画です。さあ、銀の盾が届きましたので、今回の動画からちゃんと背景に、背後に銀の盾を忍ばせていきたいと思います。とはいえ、ちょっとリビングルームにいるので置く場所がないんですけど、ここら辺に置いときます。さあ、やっていきましょう。パッキング動画、私のチャンネルでも人気企画となっております。今回のパッキング動画はアジア編が始まって初のパッキング動画ということで、これからどんどん東南アジアとかをどんどん旅していくことになるんですけど、東南アジア旅に向けて持っていくべきアイテムっていう、そういう視点でね、紹介していきたいと思います。で、私が明日から行くのは台湾です。 YKK YouTube チャンネル第3章アジア編が始まるんですが、第1カ国目は台湾です。で、台湾はね、ゆかりがありますね。実は画面の端っこに母が福岡から今日到着したんですけど、明日からお母さんと2人旅です。市議会議員当選祝いをまだしてなかったので、当選祝い旅ということで3泊4日行ってきます。ありがとうございます。行ってきます後で登場してもらいますということでですね、私パッキングはまだ終わってませんので、一緒にやっていきましょう。一旦持っていこうと思ってるものはここに持ってきました。今回台湾に行くのが10月の中旬ですね。時期的に日本と同じぐらいですね。気温は22から28度の間なので、まあ、ちょっと半袖だと寒いかなっていう感じです。それから特徴としては高温多湿ですね。ということで洋服は黒。まずは洋服、動きやすい服装が一番なので、基本的には T シャツにこういうレギンスで身動き取りやすいようにしていこうかなと思うんですけど、まあ、今回は、まあ、当選祝いっていう特別な旅なので、ちょっと良いホテルに泊まります。なのでもしかしたらホテルで良い食事とかもするかもしれないので、花柄のワンピース、これ一着持っていけば何か清掃しなきゃいけない時にいいかなと思って、T シャツ以外だとワンピースを一着持っていきます。あとは下着と靴下です。これが結構かさばりますね、やっぱ洋服がね。今回はそんなに荷物が多くないので、圧縮袋とかは使いません。このまま入れちゃいます。そんなに荷物ないのでね。荷物がかさばるときは、過去のパッキング動画でも紹介した通り、こういう圧縮袋とかに入れて空気をバーって抜いたりするんですけど、まあ、今回はそこまでしなくていいかなっていう感じです。あとはですね、今後東南アジアを旅する際にポイントとなるのが、まあ、衛生面ですね。まあ、台湾はそんなに汚くはないと思うんですが、まあ、場所によってはやっぱ屋台とかで手洗う場所がなかったりとかすると思うので、テピカジェルと除菌シートは絶対持っといた方がいいですね。はい、このセット、これは絶対ポケットに入れておきましょう。くるちゃん邪魔よ。街歩きの時、今回台湾旅行用に買ったのがこちらのユニクロのショルダーバッグです。これが本当に有能なので、これを買いました。なのでこの中に除菌シートとテピカジェルは入れておきたいと思います。あと、まあせっかくカバンの紹介したので、夜の屋台を歩く時はやっぱりスリがちょっと怖いので、腰ポーチですね。こっちにパスポートとか現金を入れて持ち歩くみたいと思います。クラちゃん、スーツケースに入っちゃった。もう夜のマーケット行くときはこの中に財布とパスポート入れます。ただ財布もね、きちんとした財布持ってると危ないので、私はいつもこういうジップロックにね、お金を入れて運びます。コンパクトなのでこんな感じです。でもし買い物するときは荷物増えるだろうから、まあショルダーバッグも持っていきますが、絶対貴重品はこういう風に、ウエストポーチに入れて私は歩いてます。これが私のいつもの旅スタイルです。もうおしゃれよりも安全、これをね学びました、この5年間の旅生活で。クロエはね、ちょっとパッキングできないんですけども動物はスーツケースに入ることはできないんですが、クロエも行くか、台湾行くか。とりあえず詰めていきます。洋服入れて、テピカジェルとか持った、次は台湾とか東南アジア大体高温多湿なので、
髪の毛とかなんかべっとりしそうだから、そういう時はもうカチューシャでバッて止めちゃえばいいかなと思ってカチューシャ持っていきます。もう思いついたもの全部入れてるんで。でこれはですね、洗顔とかシャンプーとか液体類です。で液体類はなるべくスーツケースに入れてチェックインしましょう。手荷物にしてしまうと指定量しか持っていくことができません。 100ml の小さいボトルに何センチ何センチのジップロックに収まる量しか液体は機内に持っていくことができません。ちょうどこんくらいのサイズのジップロックですね。液体をたくさん持っていきたい人、シャンプーとか自分の持っていきたい人は極力チェックインバッグに入れることをおすすめします。そうすれば容量を気にせず持っていくことができるのでおすすめです。これも旅慣れしてる人はまあ当たり前のようにしてますけど、案外盲点ですね。液体類大丈夫ですか？大丈夫です。はい。で、こっちは液体類ではない化粧品を入れてます。アイシャドウとかあのフェイスパウダーとかね、一応まあ分けてます。まあ、液体もしかしたら液漏れするかもしれないので、液体と液体じゃないもので一応私は分けてます。でこっちはですね、お薬とかですね、私のチャンネルを昔から見てる方はご存知の通り、私旅先で結構体調崩します。なのでそんな時のために、頭痛薬、タイミング的にもしかしたら生理が来るかもしれないので生理薬と、喉、私よく喉潰すので喉薬、それから万能な葛根湯は5袋ぐらい持っていきます。あとマスクですね。マスクの着用はもう義務ではないんですが、やっぱり機内とかホテルとか乾燥するので私は寝るときはマスクをつけます。本当にもう喉を壊したら旅が台無しなのでマスク。あとは蒸気でアイマスク、発明品の一つですけども、これがあるとぐっすり眠れるので蒸気でアイマスク持っていきます。くーちゃんも寝ちゃったですかね。一応今回薬で持っていこうと思ってるの、まあ、台湾は調べたところ結構発展してて、必要なものは向こうで現地調達もできるみたいです。歯ブラシとかだからそんなに買い込まないんですけど、最低限持ってくっていう感じです。でこれはナイトキャップですね。こうやって寝れば髪の毛がダメージしないっていうナイトキャップです。これね本当に髪傷まないの、朝の寝癖が減るの、シルクだからこう摩擦が減って髪の毛は爆発しないの。朝の時短アイテム、はい、入れます。それから台湾はですね、なんと今週雨ですのでカッパー。今週雨に限らず結構東南アジアは、まあ、高温多湿なのでスコールとか大雨が局所的に降りやすいです。なので雨がっぱは常に持っていた方が良いでしょうと。で一応雨降って服が濡れるかもしれないので余分な T シャツは私1年前持ってってます。はい、入れてたね。でこれはなんだかというと、これは充電コードとか、あとカメラ機材とかですね。こういうカメラ機材のスティックとかはこういうのに入れてます。で電気機器パッキングの時に気をつけなきゃいけないのが、こういった充電式の機器ってのはチェックインバッグに入れることができません。必ず手荷物に入れる必要があります。リチウムバッテリーを含む電気機器は、全部手荷物にする必要があります。だから例えばなんだろうな、充電式のほらホットビューラーとか充電式の歯ブラシとかも全部リチウムバッテリーを使ってるので預け荷物には入れることができません。抜き打ちチェックで取られる可能性があるので全部手荷物に入れましょう。分かんなかったらね、充電できるものは全部手荷物って覚えておきましょう。これも大丈夫ですか？大丈夫です、ありがとうございます。知ってた？勉強、うん、知ってます。あ、知ってた？知ってます。くさー、意外とねリチウムバッテリー多いんですよ。そしてはい、私のパッキング動画でおなじみのウルトラライトダウン、これはもう季節関係なく私は持ち歩きます。夏でも東南アジアってクーラーが効きすぎて寒い時が多いので、これはね絶対忍ばせておきますぐらいかな。少ない荷物、これでこれは機内に持っていくので、ということでパッキングはこんな感じですかね。預け荷物15キロまで OK のプランです。なのでちょっとスーツケースは半分だけ埋めて半分は空っぽにしてます。まあ、その分現地でたくさんお土産を買って埋めることができると。いつも私はスーツケースは基本半分開けて旅行に行く現地調達スタイルですね。明日からの台湾旅行のパッキングが済みました。ママさん、ママさんは準備終わってますか？なんか今回パッキングする上で私の
気をつけたポイントある？ブッキングするよりいつも旅行で気をつけていくのは、これはね、旅行行くとき必ず持っていくのは、現地でお世話になった人にお土産を渡すのに、なるほどね、10個くらい合うかな。それとさ、道聞いたりとかしてすごい親切にしてくれた人とかいて、いつもね、こういうのを持ち歩く。なるほどね、うん、道聞いてでもおしゃれすいません、母です。母です、久しぶりです。明日からの旅動画でちゃんと紹介はしようと思ってますが、はい、福岡県春日市の市議会議員に当選しました。皆さんお世話になりました。ありがとうございました。もうたくさん YouTube ライブでね、皆さん応援してくださって、本当そのおかげで当選したと言っても過言ではない、はい、ありがとうございます。娘が旅行に連れてってくれるというので、もう本当に幸せです。ありがとうございます。はい、ということで、さっきも始まっちゃってましたけど、こういうね、小分けをね、これは私にはない発想だな。私そんなこと言ったら旅先で何百人に助けられてるから、すごいことになっちゃう。お土産がこれ通りもんですね、博多のね、通りもん10個ぐらい持ってきます。10個ぐらい持ってきます。はい、あとはなんか今回の台湾旅で気をつけたことある？テーピング。あ、テーピングね。足が痛くなった時のテーピング。テーピングは台湾旅行中分とか行くからね、たくさん歩くんで、テーピング、これ私も使うな。これで言うと、私今回サンダル履いていきます。シューズサンダル、雨でスニーカーが濡れちゃうと気持ち悪くなるので、サンダルで行こうと思います。あとは別にないですね。あとは別にない。洋服と洋服と、あとマスクも持ってきますし、葉っぱはレインコート持ってきます。レインコートある。はい、オッケー。じゃあ準備万端ですね。万端です。はい、ありがとうございます。オッケーです。はい、さてここでですね、一個CM を入れさせていただきます。突然ですが、私もね、本格的な YouTuber なので案件が入ったりするんですけども、今回紹介したいサービスが東南アジア旅筆記アプリグラブです。これね、多分お母さん知らないので、お母さん向けに説明したら分かりやすいと思うんですけど、今海外では主流になっているライドシェアアプリというのがあって、アプリで運転手を呼んで、アプリで行き先も指定してお金も払えるっていうサービスがあるんですよ。できない。それの東南アジアで一番使いやすいアプリがグラブっていうアプリです。これね、私今回案件もらったことで紹介してるんですけど、それ以前から使ってて、実際シンガポール行った時の動画こちらですけども、シンガポールでも活用しました。今グラブでマリーナベイサンズ向かってます。グラブっていうアプリを使っていつも移動してます。外歩くとも暑いので、基本的にこっちはタクシーが安いのでタクシー移動にしてます。ラオパサからマリナベイサンズまでだいたい9ドルぐらいだから、結構安いですね。はい、助かってます。公共交通機関だと1ドルぐらいなんで、もっと安いんですけど、シンガポールは比較的移動が安くて簡単です。整ってます。ライドシェアアプリグラブ使ったことはもちろんない、ないです、ないですよね。で、旅先で一番不安なのが移動手段で、私もいっぱい過去タクシー運転手とトラブルありましたよ。まずぼったくり、行き先を伝えるのがやっぱ言語の壁でちゃんと伝わらないとかね、とにかく移動で苦労することが多くて、そこで疲れちゃうと観光に集中できないんですよ。だから移動をスムーズにするっていうのは結構大事なポイントなんですよね。東南アジアって結構タクシーとかも安いので、なるべくうまく活用していきたいんですけど、そんな時にグラブだったらまずぼったくりがない、これは安心ですよね。アプリ上で行き先を指定します。マップにピンを刺すことで指定することができるので、だいたいここら辺に行きたいっていう指定の仕方もできるし、簡単。行き先決めるともう料金が出るんですよ。ここからここまでは20ドルとか。で、料金が出るので運転手と価格交渉する必要がありません。ぼったくりされない。さらに言語の壁、結構ね、台湾は結構日本語通じると思うんだけど、なんだろう、ミャンマーとかさ、タイの田舎の方とか行ったらやっぱり英語すら通じないみたいな時があるんですけど、グラブのすごいところが、事前に運転手とチャットでやり取りできるんだけど、自動翻訳してくれるの。お、すごい。こっちが日本語で打ったらタイ語に変換してくれて、運転手がタイ語で送ってきたメッセージは日本語に変換してくれる。だから超使えるんですよ。言語に不安がある人でも使える。これはね、本当にすごいと思う。これが本当に便利で、私もトルコ行った時はもうタクシーの運転手の客引きがすごくて、
もう断るのもね疲れるし、でドバイでは実際ぼったくりに会いました。まあ、メーター表記されてるから安心してたら、最後決済の時に値段が倍になって請求されてました。そういうことがね結構あるので、なるべく東南アジア行くときはグラブを使うことがおすすめです。私も個人的に使っているのでおすすめできると思って今回案件として紹介させていただきました。で、実はグラブって私まだ使ったことないんですけど、配車以外にもいろんなデリバリーサービスとかもできるらしいので、例えばホテル滞在中にあれが欲しいとかあれ食べたいっていう時にデリバリーも頼むことができるっていう、結構万能なアプリなんでね、東南アジアに旅行するときはダウンロードしておくととっても活躍すると思います。ぜひこれでパッキング終了。これであとは明日成田発、ちょっと遠いな、成田発で台湾に向かいます。で、なんで今回台湾にしたのか、 YouTube ライブでは説明したんですけど、日本帰ってきて海外旅行一発目、何か意味のある国に行きたいなって思った時に、意味のある理由が一つは母の当選祝い、そして意味のある国台湾。台湾実は昔住んでたんですよ。住んでましたね。もう30年前になりますね。30年前、私が幼稚園かな、3歳とかの時に2年間台湾に住んでたので、親子で行くならせっかくならちょっと思い出の地巡りとかできるところということで今回台湾にしました。何年ぶりに行くの？30年ぶりに行くの？私は10年前ぐらいに行ったかな。10年前、はい、私も10年前ぐらいに行っただから30年ぶりではないんだけど、まあでも久しぶりの台湾旅行ですね。親子で2人で台湾に入るのは30年ぶりですね。それこそ今回ちょっとね張り切ってこういう本買ってね、大人の台湾っていう観光ガイドブックを買って、これを参考にいろいろグルメ情報とか、あと台湾シャンプーとかね、そういうのを学んだので、新しい台湾を発見していこうかなって思うんだけど、新しい台湾の発見も楽しみだけど、やっぱ思い出の地巡りで言うと、私はやっぱ3歳とかだったからあんまり覚えてない、ね、うん、でもうっすら断片的に覚えてるのがルーローファン、肉丼みたいなのがあるんですけど、あれをねすごく好んで食べてた記憶はある。お母さんにいつもルーローファン食べたい、ルーローファン食べたいって言ってた記憶はある。だからそれは食べたいなって。昔住んでたマンションもうっすらね外観覚えてんだよね。なんか柵があった入り口に、大きな門があって真ん中に噴水があって、噴水広場があって そこに集合してね、みんな集合住宅でね、そこに住んでたっていう記憶はあるから、もし残ってたらちょっと見に行ってみたい。30年経つからもしかしたらもうそのマンションないのかもしれないけど、多分行ったらあ、こんな感じだったって思い出すと思う。ゆかこちゃんは、まあ、3歳とか4歳ぐらいだったので、4、5って幼稚園に通ったのね。そうそう、山の方の親愛幼稚園。親愛幼稚園あるかな、うん、ないかもしれないないかもしれないね。台湾の小学校に入学できたので、兄は日本人小学校行ったけど、私だけ現地の小学校に行ったんだよね。三友小学校行ったね。それもうっすら覚えてるわ。覚えてるのがね、なんか台湾の小学校ってみんなお弁当持ってくるんだけど、あったかい冷蔵庫に入れるの。あれ画期的だなと子供ながら思ったけど、あったかい冷蔵庫に入れるか、お昼時に母が持っていく。ああ。だからやっぱ台湾って食はやっぱあったかいものを食べさせたいっていう、中国はそういう文化だよね。お水じゃなくてお茶出してくれるし、レストランとかでもお弁当もあったかいまま食べさせたいみたいな。あ、思い出し覚えてる意外と、うん、半年ぐらいしか行ってないけど、うん、小学校、うん、結構そうなんだ。結構電話で喋ってたりとかしてたよ。あ、そう、うん、それ覚えてる。なんか台湾語ペラペラだったって。中国語、あ、中国語か中国語ペラペラだったって、なんかホームビデオ見て、本当だ、すごい中国語喋ってるみたいな。もう覚えてないな。ね、中国語覚えてる？少しだけ。一点点。一点点。うん。ほらほら。中国語勉強していきたいな。今後は英語の次は中国語。うん、できたら結構強いよね。台湾の小学校って体育がないのね。体育の授業がなかったので、ゆかこちゃんは結構日本人だからスポーツが得意だったから、うん、運動会とか行っても走ったりとかするのがちょっと皆さん不得意なんだけど、うんうん、私早いから。スポーツと算数はピカイチだった。一緒だからね。
算数は一緒だし、うんうん、計算ができるし、今ちょっと算数苦手なんだけどスポーツは得意です今でも、うん、だから結構2歳3歳、3歳4歳、そうですね、3歳4歳っていう子供にとってこう自我形成のすごい大事な時期に育ったのが台湾だったから、うん、私の大きなルーツの一つかな。台湾ちょっと早いから小学校入るのが早かったから、うん、まあ3、4歳9月入学だったからね、5歳になってすぐぐらい。ああ、そうか、うん、で5歳で台湾では小学校通って、うん、そこから日本に帰ってまた小学校1年生から入学し直したからね、うん、だからそんな感じで思い出の地巡りも今回明日の台湾旅からできればいいなと思ってるので、今回はパッキング動画でしたが、次回からの台湾旅もぜひ続けてみていただけると嬉しいです。はい、クロちゃんも起きて。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 YKK の10万円旅第1カ国目台湾です。果たしてウーロファンです。台湾シャンプーデビュー。あれ、あ、これ違う？あれ、こんなちっちゃかったっけ？あ、残ってる。これ？ねえ、すごいよね。すごい、懐かしい。30年ぶり、まさかあるとは思わなかった。マミー。